セブンイレブンでまた僕いつもコーヒーを買うんですけれども、セブンイレブンの機械がちょっと新しくなって、昔なんか、その、頼んだやつと違うやつを買って儲けようと、なんかコーヒーついで儲けようとするやつがいるせいで、なんか自動になるコーヒーマシンが導入されたんですよね。で、それもうコップを入れるだけで感知して自動的にコーヒーをね、頼んだコーヒーを入れてくれるシステムなんですけど、なんか、今日それやってみたんですけど、全然コップを認識してくれなくて、めちゃくちゃ時間かかって、結局じゃあ古いやつやった方が良かったじゃんって、思いました。お笑い芸人さんのラジオ 100%! みなさんこんばんは、番組パーソナリティのお笑い芸人がんばるぶぞんくんです。第3週目担当、27歳になっちゃったよー、レーシングドライバー小村俊樹です。あ、そうか、お笑い芸人さんの 100% は週替わりの個性とかのパーソナリティとリスナーの手によって 100% を作り出す何でもありのバラエティラジオです。毎週日曜日夜11時から30分間1時間裏ライフ M で放送中です。今日138回5月19日日曜日です。はい、そうか、お誕生日ですか。5月15日おめでとうございます。27歳5月15日、はい、おめでとうございます。このラジオ担当して2回目の誕生日です。そうか、いや、めでたいね。こいつはめでたいけど、何も考えてなかったな。何も考えてなかった。うん、めでたい。いや、でもありがたい、そのお言葉をいただいて。いや、もうめでたさは今一番あると思う。ありがとうございます。まあ27歳もね、元気よくいきましょう。出た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 。やばいね、すごいよ。これ元気よくいきましょうよ。いや、大事です、元気。元気の良さは本当大事ですよね。明るくいきましょう、新時代になりましたから。いや、でも27歳か。はい、27です。平成生まれですもんね。平成ですよ。平成終わって令和となりましたけれども、変わりましたから、はい、明るくいきましょう。じゃあ令和になった瞬間とか何してました？そうです、やっぱテレビずっと見てましたかね。テレビ見てたな。意外とね、ああいうの好きで。どれ見てました？僕は、4ちゃん？ 4 ちゃん。日テレか。日テレ。と NHK を見て、で、TBS とフジテレビを録画みたいな。あ、録画しましたか。僕は NHK でしたね。爆笑さん、爆笑問題さんがね、生で出てたんで、その爆笑問題さんのを見てました、ずっと。タモリさんが司会やってたやつですよね。あ、タモリさんの司会とは別です。タモリさんは多分別チャンネルです。別チャンネルでしたっけ？だったはず。で、NHK は爆笑さんが MC で。NHK がね。そうそうそう。タモリさんは別で。フジテレビで。タモリさんが。フジテレビはタモリさんか。とか、いろいろね。すごかったですね、どこも生放送。新時代迎えるということで、みんなね、各局が、ね、豪勢にやられてましたね。なんか、令和結婚した人は、どの局からも中継されてましたね。ね、されてましたね。でも、並んでましたよね。すごい。婚届出すカップルが。そう、すごいですね。みんなそういうことしてるということでね、まあ、令和の時代も頑張っていきましょう。はい。さあ、今月は色のついた曲を募集したところ結構来ました。ラジオネーム、海海さん。ありがとう。ミスターチルドレンのギフト。白と黒のその間に無限の色が広がっている。君に似合う色を探して、優しい名前をつけたなら、一番綺麗な色、今君に送るよという歌詞がすごく好きです。ということでありがとうございます。じゃあ聴いていただきましょう。ミスターチルドレンでギフトです。どうぞ。一番綺麗な色ってなんだろう。一番光ってるものってなんだろう。僕は探してた最高のギフト。君が喜んだ姿をイメージしながら、本当の自分を見。レーサーって何やってるの？レーシングドライバー小村俊樹。お笑い芸人ブゾンのラジオ 100%! 今夜も行きましょう！今日から俺は、すごい、いいテンション、いいテンション。はい、このコーナーはタイトル名に合わせて皆様の叫びを聞かせてください。そうですよ。明日から、来週から、今月から、今年から、すべて OK です。また、今日からお前らは、など、私と、ブソンさんへのお題なんかも受け付けております、ということですね。ますよね。はい。まあ、このコーナー始めてもう3回目ですか？そうですね。はい。うん。まあ、徐々にお便りも
結構いただけるようになったということなんですけども。そうですね。うん、はい。まあ、こちらにも今、お便りが届いております。はい。はい。ブゾンさん、じゃあ、代わりに叫んでいただいて。オッケー。お願いします。ラジオネーム、ライフさん。はい。ブゾンさん、小村さん、こんばんは。こんばんは。今日から俺は、お1年前から友達が週4回ジムに通って6キロ痩せたそうです、うんうんうん、目標達成まであと13キロ落とすと言っていました、うん、ちなみに私はジムに行ったことがありません。私も見習おうと思います。はい。プソンさん、小村さん、お二人にモノマネしてください。モノマネしてください。それはいるんですか？モノマネしてください。今日から俺は関係ないじゃん。モノマネは今日から俺は、うん、は言ったら、まあ、見習おうと思いますと。うん。このジム通ってるね。うん。友達を見習おうと思います。ジムに行こうと思ってますよ。さらには、うん、今日からお前らはもう、あの、最後に。なるほどね。今日からお前らも共にしてください。おこのライスさん、先月もなんか。ありましたよ ね。なんか甘い言葉みたいな。キュンとなる言葉を。ね。結構いただけます ね。ありがたいですね。いやなるほど。モノマネ、ね、か。じゃあちょっと考えておきましょう。考えておきましょう。あ、でも6キロ痩せて、さらに13キロあ、さらに？ということですね。目標達成まであと19キロ痩せるつもりってことはすごいですね。頑張るね。19キロ痩せるってことは、多分、なんだろう。多分60キロ目標で、今79キロ。79キロ。ね。と読んだ。俺はそう読んだ。わかんねえけど。まあ、60キロ目指して頑張ってくださいって勝手に決めつけてますけど。はい、13キロ目指して頑張ってください。トシはどうですか？令和の目標みたいな。僕ですね、やっぱり、まあ、番組冒頭にも言いましたけども、うん、まあ、27歳になったということで、やっぱり、今年から俺はっていう形ですけども、はい、まあ、今年からというか、27歳からの俺はっていうか。なんか、区切るタイミングがいっぱいありまして、いいですね。1月に区切って、4月に区切って、ね、5月に区切ってって。いいですね。はい、まあ、そういう形で、まあ、1年か、来年ね、28になるまで、うん、もう、さらに、加速して明るく若々、うんうん、まだまだ若々しくというか、すごいです ね元気にいかないと、くのね、まあアスリートですから、確かに言っても私はそうか、はい、アスリートだ、まだまだこう伸び盛りであり、そうか、まあ、元気これからがもう一番27つったらもうね、野球もサッカーもね、全盛期というか、言ってもこう熟成されつつもあり、ね、これがちょっと伸びてね、ね、30前ぐらいでもう完成形というかね、完成ね、はい、でもまだまだ完成と言わせないというかね、死ぬまで完成ではないですから、一郎だな、まあもう本当に一郎さんを見習って、うん、まだまだ自分なりにね、うん、頑張っていきたいと思います。すごいですね、はい。モノマネとかできるんですか？あ、ここでやる？いや、もう急に。後で、あの、終わりに最後にやりましょうか。逃げ際に。逃げ際にもちろんやりますけど。そうしましょう。うん、ちょっと考えておきましょう。じゃあ、続いても来てますね。はい、はい、ラジオネーム、ゆかさん。ゆかさん。今日から私は、肩甲骨回し10回やります。お全身の血流が良くなって健康的だから、ちなみにいい、ね、令和に変わる瞬間もぐるぐる回していました。忘れたら罰ゲームで腕立て伏せをやっています。おー、いいですね。ね、変わる瞬間、テレビ見ながらやってたんですかね。肩甲骨回しって何ですか？肩を、ね、前肩体操的な感じ。あ、まあまあ、前肩もね、前田健太投手もやられてますけども。やっぱりこう、背中ね、伸ばしたりとか、まあ、ここね、うん、肩をね、こう、後ろにぐーっと。ああ、いいですね。やる感じとか、ほんと気持ちいいんで。肩甲骨回し忘れて腕立て、ちょっと、あれですね、リスクが、バランスが取れてない感じがするんですけど、厳しいですね、自分に。まあでも、これはね、結構ストイックというか、うん、まあ、10回、限らずもっとね。肩甲骨回しってなんかその、自分の体をね、リラックスする感じ。そうですね、ほぐしたりとか。ね、うん、腕立て伏せってもう筋トレですからね。なんか、すごいですね。自分にかける重みというか。ね、うん。まあ、健康的で素晴らしいですね、ゆかさん。ありがとうございます。うん、素晴らしいですね。はい。さらに、続いて。これは、うん、これは今日から俺は、ではないですね。あ、普通の質問ですね。おそらくですね、トッシーに質問というコーナーが昔あったんですけど。はい、ありがとうございます。それですね。ありがとうございます。はい。ラジオネーム、あっちゃんさん。あっちゃんさん。トッシーさんに質問です。はい。レーザーの方が優勝するとミルクを一気飲みすると聞いたことがありますが、飲んだことはありますか？しかもかなりの量を飲むみたいで鼻から吹いたりしませんか？もし鼻から牛乳を吹いてしまったらどうしますかって疑問が3つ並んでいますけれども。結構疑問で、はい。飲んだことはありますかと、あります。鼻から吹いたりしませんかと、牛乳を吹いたらどうしますかの3つの疑問が来てますから。ごめんなさい、かぶっちゃいましたけど、今飲んだことは。レーザーの方は、はい、優勝したら牛乳を飲むんですか？どういうことですか？これは、うん、ちょっとカテゴリーが分かれちゃうんですけど、うん、このミルクを飲む、優勝するとミルクを飲むっていうカテゴリーは、有名なのがアメリカのスポーツで、うん、インディーカーレースっていうのが
あるんですけど、まあ。インディーカーレース、はい。F1 と並んでアメリカですごい人気のフォーミュラーシリーズなんですけど、うん、こちらの大会では優勝すると、うん、まあ、インディー500っていう年に1回のイベントレースというか、まあ、ちゃんとした公式戦なんですけど、そちらの大会で優勝すると、まあ、ミルクを一気飲みするという。へえ、なんでミルク？マシンの上でゴクゴクっと。なんでミルク？なんで？まあ、開催された地域だったかな。ごめんなさい、ちょっと、うろ覚えなんですけども、そのミルクとかね、牧場とかが近くにあったような気がする、ね。なんかね、シャンパンのイメージがね、はい、ありますけど、まあ、それで牛乳を飲むと。まあ、一気飲みっていうことでもないんですけども、まあ、ゴクゴクっと。で、さらには、頭から被るドライバーだったり、いますね。なんか牛乳はやっぱプロモーションしなきゃいけないんですね、優勝した人がね。これにね、憧れて、2016年のシリーズ、うん、チャンピオン決めた時は僕も、それを真似て。牛乳飲んだんですか？牛乳飲みました。すごいですね。はい。もうこれもね、結構、うん、でも面白いですね。で、やる人は、じゃあいるのかな？それに憧れてる人で。いないと思いますね。多分僕だけだと思います。普通のフォーミュラーシリーズでしかも。かなりの量を飲むみたいですがって言ってました。本当ね。飲む人は飲む。業務用の瓶、あ、わかります？たまに、売ってるとこがあるんですけど、はいはい、それこそ、マザー牧場とか、ああいうとこの、売ってる牛乳の瓶みたいなね。うん、形というか、あれぐらいの大きさを、持って、ガーっていくんですよ。なんか優勝トロフィーみたいな感じで持ってるってことか、はい、750ミリぐらい入ってる、はい、それぐらいの容量のボトルを持って、ゴクゴクって、で、そのままバーッと浴びていくみたいな。へぇー。はい、やって、まあ、やって、鼻から吹いたらどうするんですか？鼻から吹いたら笑顔で写真撮られましょうか。うん、鼻から牛乳。満面の笑顔で。ね。すごいなここ出てますせん、ね。そんなこともあるんですね。うん、まあ、吹いたりはさすがにしたことないですけど。まあ、出ることももしかしたら。いや、ありますよね。あるかもしれないですから。牛乳と花はもう密接な関係にありますからね、それは。はい。まあ、うん、飲んだことはありますね。はいはい。なるほどね。ありがとうございます。質問ありがとうございます。いや、なんか、メッセージ増えてきましたね。いや、嬉しいですね。こうやってどんどんね、こう増えてきてね、うんうん、ちょっとこの後話そうとしていたこと、はい、ちょっと先に持ってきますけども、はい、実は今回から、プレゼント企画ということで、何それ私用意して参りました。はい。で、今ツイキャス見られてる方は、うっすらーっとちっちゃーくね。いや、コメントが来てるんですよ、ツイキャスに。あ、来てますか。可愛いキャラのは何ですか、ね、っていうの来てました。ここに並んでるんですよね。まあ、ツイキャス今、うん。見られてる方は分かると思うんですけど、せんべいなんですけども、うん、おせんべい屋さん、うん、おせんべい屋さん実は最近ゴールデンウィークにですね、うん、知人を介しまして、うん、港屋さんっていう門前仲町にある港屋さんっていう門中のおせんべい、はい、お店がありまして、うん、そちらの店長青木武さんですね、うん、と繋がることができまして、まあ、職場体験的な形で、うん、ちょっとせんべい焼いて味付けして、はいはいはい、みたいなことをやったんですけども、はい、店主の方がすごく好意的で、これね、うん、せんべいにプリントをできるっていう、まあ、文字もそうなんですけど、こういう写真を、うん、メールで送ることで、うん、こうやってね、せんべい自体にプリントができるんですよ。すごい、これ、トッシーの、なんかキャラクターですよね。はい、SNS とかによく見られるトッシーのキャラクターが、そうです、そうです。これを、プリントされたせんべい。はい、3種類。まあ、全体と、まあ、僕だけの全身像と顔アップの、うん、まあ、3種類あるんですけど、うん、これをワンセットで、え？今回から突然なんですけど、本日読まれた方、ライフさん、ゆかさん、うん、あっちゃんさんに、プレゼントしちゃおうと。嘘でしょ？いやー。本当に？やっちゃおうぜ。令和だぜ。すごいですね。はい、まあそういった形で、ちょっとプレゼント企画をね、今後やっていきたいなと思うわけでございますよ。急にはい。じゃあ今日読まれた人はプレゼントってんでいいんですか？急遽、本日から。まあ、メールアドレスを書いてくれてる方は、じゃあ、連絡を。後々ね、番組側からでいいですかね。はい、番組から連絡しましょう。メールを送る形になりますので、はい、そちらに送付先の住所を書いていただいて。もし住所が嫌だったら、じゃあ、無視してください。無視してください。まあ、今後もね、はい、こういった自分のコーナー、今日から俺は、の、コーナー宛のメール、プラスアルファでですね、プレゼントと送付先の住所を書いていただいて、方に限定ですね、はい、で読まれた方ですね、そうですね、送ってしまおうと。で、今までそのメールを送る場所を番組のホームページね、はい、に住所とか書く場所なかったんですけど、はい、まあ、それ作りましょう。ちょっと作っていただいて、でそこ書いてくれた人にはもし読まれた場合には何かしらのノベルティプレゼント、はい、私のグッズである、すごいっすね、まあ、このせんべいね、すね、今回はこのせんべい、うん、でまだまだ追加予定ではあるので、いいな、せんべいいいな、作ろう、何回でも、はい、番組せんべい作ろう。でさらにはですね、え、さらに番組のグッズも、え、僕のつてでコネクションでコネクションすげえな、作ってしまおうという、
マジで？ちょっとね、このコーナーもう2曲目行かないといけないんで、はい。あの、さらさらっと言いますけども、まあ、グッズね。2曲目終わってから言いましょう。あ、本当ですか。どういうもの作るかは。ありがとうございます。ブソントークの中で言いましょう。ありがとうございます。ということで、じゃあ曲紹介で曲の後に、どんなグッズができるのか、楽しみにしてくれよな。はい、してくれよな。ということで、はい。2曲目の紹介です。はい。令和の時代も笑顔あふれる時代になりますようにと願う込め、リトルグリーンモンスターで、世界はあなたに笑いかけているです。どうぞ。ほら笑って、オーライ、世界は。レーサーって何やってるの？レーシングドライバー、小村俊樹。お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。ブソントーク。ということで、ブゾントークですね。先ほどの話は、もうちょっと後でやりましょう、はい。とりあえず映画をね、毎週見るということを言ってますので、うん、映画を見てきました。お願いします。50回目のファーストキス。の古いやつと新しいやつ、どっちも、見ました。原作の方というか、オリジナルの方、アダム・サンドラーとドリュー・バリモアの方と、はい。あとは、この間日本でカバーした山田隆之さん、長澤まさみのやつ。もうどっちも見てきました。いや、もう元々この映画すごい好きで、日本見たことはあったんですか？そう、昔すごい見たことあって、すごい好きで。あんまり僕、ラブコメ的なやつ見ないんですけど、うん、これすごい好きなんですよね。で、日本でカバーしたらどうなんのかなと思って見てたんですけど、はい、まあ、あれでしたね。同じでしたね。あ、同じ。びっくりするぐらい。もう本当に再現されてる。ほぼ一緒。あ、そうですか。マジで人が違うだけ。意外とこう、なんかね、ちょっと、日本風にとか、うん、ね、洋画風にとかっていう。とかじゃなくて、もうほぼセリフまで、小ボケまでほぼ一緒。もう翻訳しただけみたいな。もうほぼそんな感じでした。まあ、なかなか楽しくね。だから、その、昔のやつは15年ぐらい前の映画になるので、はい、なんか、すごい綺麗に、映像がハワイの空がすごい綺麗で、映画館で見ればよかったなっていう感じでした。はい。なるほど。これは以上です。早いな。うん、いや、さっきのノベルティが気になって。なるほどね。まあ、これね、長澤まさみさんがやってるやつは記憶がなくなっちゃうんですよ。あ、そうそうそう。これちょっと気になってたんですよ、ね。あ、そうそう、僕も見てみよう。毎日記憶がなくなって、毎日ナンパして毎日彼女にするっていう話。予告編だけでしか見たことないんで、そうそうそう、ちょっと気になってたんですよね。すごい、原作のがいいです。あ、そうですか。うん、まあ、両方おすすめということで。原作のがいいです。原作のファンだったからね。まあ、両方見よう。うん、原作が。はい。わかったよ。はい、ということで、武蔵さんも気になる、はい、まあ、グッズ販売。番組ノベルティ。ということで。番ノベ。まあ、僕のコネクションで。すごいね、はい、コネクション。まあ、グッズを販売する、うん、こちらがですね、うん、ゲットサポートプロジェクト3っていう、はい、まあ、機関がありまして、はい、まあ、すべてのアスリートのサポーターであり続けたいという理念を持ち、夢が叶うようグッズ販売を通してサポートしているチームなんですけども、はい、これ、すなわちですね、まあ、僕も、もちろんやってるんですけど、うん、まあ、レーサーである私、小村俊樹のグッズを、まあ、T シャツだったり、うん、まあ、マグカップ、タンブラー、いろいろなグッズにできるんですけど、うん、そちらをデザイン、まあ、自分でもいいですし、うん、こういう感じで作ってくださいと、まあ、投げても、デザイナーさんがいるので、そちらで作っていただいて、グッズを作ってもらえるんですよ。まあ、書いてもらったデザインを、まあ、T シャツだったら T シャツにプリントして。何それ、すごい。で、その、しかも、グッズをね、うん、普通、まあ、イメージでは考案したら、うん、まあ、やっぱり在庫抱えたりとか、うん、それでコストかかって、なかなかそういうのをグッズ販売できないっていう。それがグッズ販売のね。アスリートさんいらっしゃると思うんですけど、うん、これなんとね、ゼロで。え？ランニングコストゼロで。どういうこと？そんなことないでしょ？要は、グッズの、今ね、やっぱりデータでね、こう、絵も描けるっていう時代になってきてるんで。受注販売的な感じってことね。そうです。で、そちらで、デザインして、まあ、発注した、まあ、私だったら私が考案した、で、こういうの作ってくれっていう、やったやつを、こう、データでね、やり取りしながら、うん、で、これでやろう、これで販売しようって決めたら、サイトに載るわけですよ、グッズが。なるほど。で、そのグッズを、まあ、このグッズ可愛いなとか、この選手を応援したいなっていう人が、うん、まあ、ファンだったり、うん、まあ、全然知らなかったけど、それを通して知った方が購入することによって、うん、支援金が振り込まれるという。はい。っていうね、形になっているんで、うん、まあ、これをぜひね、私の、まあ、ページにはなるんですけども、うん、このラジオのグッズを、ほら！まあ、T シャツ、しかもロング T シャツ、パーカーとかも何でも作れるみたいなんで。何でも？まあこれをね、うん、こういうね、FM レディオ。うん。でもいいですし。すげえ。ブソンさんの似顔絵をね、僕実はもう頼んであるんですけど。データをまず作ってくださいっていうことで。すごい。ブソンさん似顔絵今描いてもらってますから。はいはいはい。まあそれをね、まあ。マジで？できたら、うん。
僕のこのゲットサポートプロジェクトさんのページで、うん、でページの中の僕のページで、うん、グッズ販売開始しますんで、これを販売することによって1枚売れるごとに、まあ、ぜひね何かしらの貢献を考えたいなと。この収益はどうなんですか？売れたものはどうなんですか？ラジオのね、お世話になったプロデューサーに。あ、それ利益入るんですか？ランニングコストゼロなのに利益も入るんですか？入ります、入ります。バリバリ売ろう。だから本当にいろんな形で考案して、うん、グッズ展開できるんで、うん、今後ね、それこそお便りも、こういうグッズあったら欲しいとか。そうね。それも踏まえて。作りましょう。はい。で、それで採用した方にはまたせんべいをプレゼントみたいな、うん。じゃあ、被った牛乳の残りが付き。ああ、いいですね。被った牛乳の残りがを。僕の牛乳被ってる写真を送りましょうか。あ、そうですね。はい。そういうのじゃあぜひ。まず、打った形で何かしら本当にどんどん進化しているね。はい。いきたいと思います。はい。よろしくお願いいたします。はい。これ、前回の、先月のリクエストなんですけれども、うん、はい。先月リクエスト来ていたですね、座敷わらしさんの、デイトナ USA のキングオブスピードっていうな、ゲームの曲で、そんなもんねえだろうと思ったんですけど、探したらありましたので、それをかけようと思います。おアーティストがセガです。あ、セガセガ、キングオブスピードです。どうぞ。ローリングスター3エンディングになりました。笑い芸人ブソンのラジオ 100%。 次回の放送は来週5月26日夜11時からでございます。番組ホームページには今回の放送の様子バックナンバー放送も来ますので、ぜひアクセスしてください。いさあ、ということでちょっと盛り上がってきましたね。ね、令和の時代ももうね、僕も結構慣れてきたかなと。お1年経ってね、すごい結構手応えありますよ。手応え自分で言っちゃって手応えがあるなんかでも自然に、うん、やれるようになってきましたかね。いや、今年もね、やっぱテンション上がって、うん、いい、ね、キャラクターが上手に見えた。先月ね、言った名前の通り明るく生きるって宣言しちゃいましたから。しちゃいましたからっていうか、本当に明るくね、うん、こう、結構喋りのトーンはね、ローテーションっていうか。いや、でも27歳。はい、ね。元気で、行きましょう行きましょう。なんだそれ。急にぶち込んだの、びっくりした今。あ、モノマネだあ、忘れてたんかい。そうだ。モノマネ。そうそうそう。全然。やっちゃったよ。いや。もうそれ抜きよ。モノマネやば。どうしようか。ということで、終了のしてから、モノマネが。マジか入る、ということですね。ということで、令和の時代、来週の放送はですね、望月さんがね、普段2週目やってる望月さんがいろいろあって、来週4週目は望月さんが、はい、ジャニーズの話をしてくれますので、盛り上げてください。してください。さあ、ということで、今夜のお相手は、カマルブソングと、レーシングドライバー、小村俊樹でした。それでは、また来週。バカよくれろバカよくれろバカよくれろ小森ち小森ちちっしゃー